変わる？ようこそジャパリパークへっぽいけども、紅茶、いやあれはキリマンジャロか。ちょっとボッサ風のジャパリパークへだね。コロンビア、これ向こう側にカバンじゃないや、サーバルジャンプでいけそうだね。というかこれだったら、おい、こっち来い。よし、これでやっつけることも可能と。デカバン、メモリーサンドスター、ちょっと一個使うか。セーブするだけなんだけどね、本当に。パンパンだから置いて、肉棒にしてミルクティー、よし飲んじゃうか。でコロンビアもサーバル飲んでおいて、ジャンプで向こうに行ってもいいけど、スタミナ消費もあるし、どうせ回ったりするし。あれ？しまった、肉棒だった、ミスった。あれ？こっちもミスった。もうちょい長く押しっぱなしにしないと。うわー、こんなしょっぱいミスを。柔らかサンドスター、柔らかサンドスター一つはなんだろうね、一つも持ってるけど。状態異常回復、あ、これ抹茶だ、緑茶じゃなく。お、いいねこれ。サーバルに飲ませちゃってもいいし。うん、このアレンジバージョンいいな。他アイテムは、いや、ちょっと進んじゃおう。探索だけして敵がいたら逃げてきてもいいんだけど。緑茶、それもこっちの紅茶を、牧場の紅茶、あーでもこれは取っておきたい。で状態回復するやつ、紙飛行機もなんか敵来たら使っちゃえばいいか。柔らかサンドスター、これをこいつ相手に使ってみよう。何かな、ウィークサンドスター、おこれはあれだね、弱くするやつ、継続で。あー、違う、ミスター。だから敵を弱らせるぐらいだね。うん、お、東へ走れ西へなんたらの、吠えろか。大石お兄さんも僕は歌が得意な大石お兄さんだよとかあのシーンでは歌ってるね、語ってるというか。ボス怖えな。今、あ、パンパンだ。ウィーク捨てちゃってもいいな。メモリーも1個捨てちゃってもいいし。火の印、ボス信じてるぞ。お、やった、回復ありがてえ。そうだよ、そういうのでいいんだよこういうのでいいんだよ。これなら、あー見えていたのに俺の体が誤動作を。こっち買いなさそうだな。またね、肉棒になってるからね。まあいい、失敗して覚えればいいんだ2回目だけど。これは、あー向こうに戻るのめんどくせえな。サーバルジャンプすっか。で、来てますね、来てますね。えい、ここは
一本道で順番に相手をする。死にてえやつからかかってこい。順番にサーバルちゃんがお相手。ベッ、ちょっとカバンちゃんで稼ぐか。よし、カバンちゃんのレベルも上げたいからね。ここにあったか、階段。だいたいこういう勘は外れる。熱いサンドスター、松岡って名前つけとこうかな。メモリーサンドスター、ウィークサンドスター、ちょっと置いとくか。敵にぶつけてもなんかさっき回復もしたもんね。攻撃力下げるとはいえ、最初だったらつけちゃってもいいけど。そしてコインだ。これ以上持ち歩けないよ。持ち歩けよ。しましま、デフォ能力はこっちの方が高いんだよね。うん、熱いから水、泥だらけのメダルをゲット。ヘロヘロチャパリマン、それはいらない。おいで。あと3階層。紙飛行機。クリアサンドスター。クリアサンドスターなくてもいいな、今。汚染されてる。ブーツがないもんね。とりあえず持っておいて。あれは、見なかったことにしよう。怖いな、ボス。本当にボスかな、君。ラッキービーストでした。ありがとう、ラッキーさん。コロンビア。10階でしょう、まだ。半分こ。ちゃっちゃ。もう一部屋だけ調べるか。何にもなさそうだな。えい、赤いブンブンがいる。えい、君は変なことしてこないでね。あ、結構 HP あんな。さすが赤。このカバンも多分持ってるやつかな。でかいカバンか。じゃあいいや。よし、次の階層。おっと、とはいえだ、もとっととやっちゃった方がいいな。考えるより硬いんだよなこいつ。しかも遠距離攻撃もあるから。よし、じゃあ次の階層に行く前に休憩メダル。休憩メダルも何回か忘れちゃってんな。ここでちょっと休憩。もう次のマップ行っちゃう。ここはクリアを優先するか。落ち着く BGM だが気持ちは焦っているな。ねー、銀を使っちゃうってのもありだな。暗い紫。よし。で、ボスはもしも敵だったら困るから。サバルちゃん、火に弱いけども。あれぐらいの HP だったら、サモンサンドスター、あれぐらいの HP だったらカバンちゃんで行ってもよかったもんね。セルリアンを呼び寄せてしまう。ああ、いらない。むしろどっかに捨てておこうも。何事もなく持ち帰られたら売ってもいいけど。どうかな、いけるかな、カバンちゃんで。よし、これはいらない。持ち歩けない。コロンビア、サーバルちゃん装備した方がよかったね。装備じゃない、飲んじゃった方が。
今からでも。でも3方向だからそんなに。カバンちゃん3方向とか遠距離3方向ちょっと面白いかも。つくのかなそういうのは。でカバンちゃん肉棒痛い痛てミルクティー回復&最大 HP が2アップで尿意棒に直す。おめえの尿意棒見せてみろっていうアイデンティティのネタは詳しくは彼らのコントを見ればよか。どんくらい強いかがわかんねえからな。いけそう。よしよし。ロールは割と美味しいかもね。特殊攻撃がありそうなんだよな。霧のひずめだ。ちょっと持っておきたいな。クリアサンドスターを。ほい。ここなんかアイテムを稼ぐのにいい場所だよって教わったけど、アイテム欄がパンパンだからね。HP は4か。こっちに部屋はもしやないか。カバンちゃん気分が良くなった。気分上昇。こいつめんどくさいから放置。ぐるっと回ってもう次の階層を目指しちゃおう。インセクト赤赤レッド。よしじゃあ次の階層。危険な予感がする。へえそういうのもあるのか。てかアリスカゲラのまんまだったどの道これでねミニマップこいつ見てねえっていうひどいプレイが明らかになった。よし水のイン空のカップ。カバンちゃんのこのインの攻撃でボスやるってのもありだな。とりあえず進もう。はい回復アイテムもあるし。ここでちょっと休憩したよ。ボスだ。なんだろうねこのゴーレムのような。紫だからやっぱ陰の火が効くんかね。効果抜群66。うわノックバック&遠距離攻撃。そんなことしてくる。じゃあ紙飛行機で投げてあげて気をそらした方がいいかな。届くか。あーもう一マスだった。使い慣れてないからこういうとこでガバる。もう一発ぐらい大丈夫だよね。すごい大きくノックバックすんね。一マス寄らせて。これさどうしてくれよ。サーバルちゃんだと少ないこれ。こいつに寄ってきてもらう方がいいのか。よしよしこれでノックバックしちゃうから。他変な攻撃してこないでくれよ。ボス戦だね。紙飛行機回収したいな。飲んどこ。寄ってこないな。よし倒した。今4つショイーンってなったのは何だったの。なんもない。うろ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 魔法陣書いてるみたい。トカゲの尻尾とか発動するカマンちゃん疲れてきちゃった。ごめん変なことしてるせいで。進む。
こういう感じに。あれが中型のセルリアンか。じゃあ大型はもっとはるかにでかいってことかな。この場所は踏破したみたいだね。次の場所に進もうか。ふう、大変だった。あと何ステージぐらいあるんだろう。水辺地方だったかな。あそこの取ってないメダルを全部取りまして、洗うのだ。ペパプのメダル、ほう、分かれてはいないのか。ジェンツーとかイワビーとかで、もう一つはマーゲイ。お、さすが。そうだよな、あの場所的に。マーゲイのメダル、たまに攻撃した相手を混乱させますよ。おお、いいじゃんこれ。で、私たちの応援で元気になるのよ。しっしっし。不敵な笑みが。スタミナ、攻撃防御アップ。うわー、すげえいいなこれ。じゃあこれはサーバルちゃんかな。マーゲイの方もいいし。そうそう、なんでサーバルちゃんって言ったっていうと、あの今ねバージョンが 1.05 になって、でこれ前からだったのかもしれないけど、リードミーをねまた目を通してみたら、これで入ってるかな。これ開業がちょっとねメモ帳だから読みづらいと。どこに書いてる、どこに書いてる、あったあった、これこれ、メダル2人共通の装備ですっていうから、なんかさ、最初のイベントで言うとカバンちゃん人特有のアイテムかと思ったら、サーバルちゃんも装備できるんだっていうね、今頃気づきました。サーバルちゃん、じゃねー。サーバルちゃんこれスタミナもアップしたかな。あれ、サーバルちゃんスタミナアップしてないぞ。どういうことだ。ん、攻撃防御、あ、攻撃防御はアップしてるね。29から30何本あったのが、23から36だったのが、まあ上がってるからいいかな。あー、これマーゲーの方が、あ、でもたまにだからね。カバンちゃん超長い戦場。なんかね、高枝切りばさみじゃないけど遠くまで掃除できるアイテムみたいで、罠をね俺よく踏むから、だったらもうこういうマーゲーとか装備しとく。よし、アリツカゲラどうしようかな。ちょっとの回復だけど結構重要だよね。森林地方、図書館まで10回分の長さの散策コースがあるよ。ちょっと減ったけども難易度は上がってんのかな、敵の強さとか。罠がたくさんあるみたいだから足元には気をつけてね。キタキツネのメダル持ってこよ。マップに映らないセルリアンが出ることがあるんだ。何それ怖い。動きも素早いから要注意だよ。ひえー、よし、キタキツネのメダルに変えてこよ。あとバージョンがアップしてのけものがいなくなったらしい。その今まで何も効果がなかったこれかな、痛い攻撃から守ってあげるよとか、そういうメダル効果がなかったやつにもちゃんと効果がつくようになったと。それでは改めて森林地方へ。カバンちゃんもだいぶレベル上がったね。お話。お、ジャパリバスの音じゃない、何か違う素材だ。私たちと会えるといいんだけど。あ、自動スクロールだ。あー、止まってしまった。みゃー、ちょっとボスしっかり運転してよ。あばわわ、罠だよ罠だよ。罠、罠って今までも時々あったあれのこと。そうだよそうだよ。こっからはバスで行くのは危険だから降りて慎重に進んだ方がいいかな。そうですか、じゃあこっから図書館まで歩きで行きますね。チェ、押してこうぜ。